今日柴田町の住宅で男性が腹から血を流して倒れているのが見つかり死亡が確認されました警察は事件の可能性もあるとみて捜査を進めています警察と消防によりますと今日午前7時ごろ、柴田町西船場様の住宅で玄関先で男性が倒れていると通りかかった近くに住む人から119番通報がありました